はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の一般角と弧度法についてお送りします。で、章がね変わりました。やっとね新しい章に入って、こっから三角関数をやっていきます。で、そのスタートですね。で、今回は問題がちょっと多くて10問やっていきます。なので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね全部問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず動形の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、今回ね大きく分けて3つ覚えてもらうことがあります。で、まず1つ目が上の4問、動形です。だからこれを図示する、まあ図で書くねっていう問題で、次が度数から弧度に直す。で、その逆だね、弧度から度数に直すっていうこの3つだね。まあ1、2、3みたいな感じで覚えてもらえるとありがたい。で、まず1番は、まあ4つ動形を書いていくんですけど、70度で、まあ親しみあるよね、小学校から使ってますから、70度っていう。で、これを書くだけです。で、正直これに関しては、まあ、小学校でやってきた書き方とほとんど同じです、イメージは。で、先にちょっと謝っておくと、これね、ホワイトボードの定規とかは持ってないんで、全部フリーハンドになってしまうんですが、まあ、こんな感じで書くんだというニュアンスだけ覚えてもらえるとありがたいです。で、ここね、4つ書かなきゃいけないんで、ちょっと狭くいきますけど、まず1番、70度で。で、答えから言うと、こうやってね、あの、アルファベットは後でくっつけます。線があって、70度を書こうと思ったら、まあ、90の前なんで、ちゃんと測るんだけどね、この辺になるかな。こんな感じ。で、ここが70度って書くじゃないですか、小学校の時。ほぼ同じです。で、まずね、この横線、これ、OX ってよく置くんですけど、これ、始線と言います。始まりの線で始線ね。で、ここに書いたこの直線、で、よくまあ OP 使うので OP でいきましょう。これが動形なんです。始線に動形です。で、70度、小学校であれば、ここにピーって書いて70度って書くんですけど、似てるんですけど、書き方はこうです。矢印。視線から始まって70度分動いてますよっていうイメージ。矢印でね。で、ここに70度って書いてください。これで終了です。いいかな？これが動形を書く問題。で、もちろん2番のマイナスなんてね、小学校でやったことないですけど、まあ、マイナスも同じように考えます。で、ちょっと思ったより大きく書いてしまった自分がいて今焦ってるんですけど、で、マイナス150度で、スタートは横棒、まあ、横線だね。ちょっとごめん、短くいくよ今回で、 OX 視線からいきます。で、気をつけるのはこれ結構ね、まあ、あの、なんつうんだろう、そんなになんだ変な感じって思わないと思うんですけど、プラス、まあ、プラス書かないけど、正の角はこっち反時計回りにいきます、こうやって。で、負の数、まあ、負の角度っていうのはこっち時計回りでいきます。だからこう行くんではなくてこう行ってください、マイナスに関しては。だからここ視線スタートでマイナス150度分こうやってくればいい感じだから、まあ、この辺かな、この辺とか本当はいけないんだけど、で P と書く。で、さっきと同じようにこっから始まってこう来ましたよ、150度と。これで OK です。で、次に、まあ、360の数字を、まあ、1周を超える数だね。400度です。で、上ギリギリちょっと攻めようかな。ちょっと待って、入ってる？あ、いけてるね。で、400度なんですけど、これはですね、さっきも言ったように1周が入ります。先に言っちゃうと、360度っていう1周をして、さらに40度いく感じ。イメージは。逆だったね、周りがね。360度してから40度いく感じだから、まあ、普通にちゃんと書くんだったら40度プラスこんな表し方をします、まあ、360度かける1ってのは1周分だよね。それとあと40度足しますよっていう。で、それを書いていくとですね、結局は40度を書けば OK です。40度だから、どうしよっかな、この辺攻めるか。同じように視線から書く OX で40度なので、ちょっとこの辺にしとこうかな、 P だ。で、やっちゃいけないのは、結局40度書けばいいんでしょって言って40度ではなくって、一周してくる必要があるから、こっからスタートしていくよ、
一周しました、さらに40度来ましたよっていう矢印を書きます。いいね、一周してからさらに行ったよっていうで矢印。でもこれだけでよくね止めてしまう子が出てくるんですけど、これ×です。なぜならここの幅いくつだよっていう話なんで。でここが40度でしょ、だからここ40度って書くんですけど、これも細かいミスで、ここを矢印にすると×になります。ここは小学校の時みたいな書き方で40度と書いてください。なぜかっていうと、結局は動形を書いてほしいんです。400度っていうで、動形は矢印で書くの、こう来ましたよっていうで、結局400度っていうのはこの矢印のとこでしょ。もし40度に矢印つけちゃったら40度の動形書いてるもん、それは。ただ40度は今私はこの幅を40度って示してますと、測ってやりましたということを言いたいだけなので、40度です。でも動径は一周が360は分かってることだから、360来て40来ましたよって分かるように角度を書いてください。そこは矢印じゃなくてねっていう感じで、最後今度マイナスの360を超える数字なんですけど、これですね、書くときはマイナス360度、まあ逆回転ねしてからあとマイナス何度いくみたいなイメージのが書きやすかったりはするんですけど、基本的にはこれで表します、ちゃんと。で、どう表すかっていうと、これね、後ろから書くよ。かける、こうするんです。マイナス2。これ、マイナス2をすると、マイナス720度なので、そんなないじゃんってなっちゃうんですけど、2周まではいかないんだけど、そのマイナス720に、ある数字を足したらこれですよって考えるんです。で、結局、マイナス720に85度を足すと600、マイナス635になります。こう表す。ここがね、マイナスじゃまずいんです。だから、マイナス360、ここをマイナス1にして、マイナス360とマイナスいくつを足してるのが結構イメージはしやすいんですけど、書く上ではこっちにしてください。ここはプラスなんです。だからあえてマイナス720超えた数字を設定して戻してあげる、プラスで。で、こうやって表す。で、これで何が書けるかっていうと、結局書くのはこの85度書けばいいんです。なので、しまったね。これどうしようかな。あ、この辺ちょっといけるか。85度だから、ほんと狭いところでごめんね。お、X、待って、書けてるか。はい。あ、全然入ってんだね。ちょっともうちょっと伸ばそうか。大して伸ばしてなかった。X。で、85度なので、まあ、90度にいかないぐらい。こうなります。で、マイナスです、結局。だから反時計回りでいくので、いくよ。こっから、はい、こう来ました。で、一周する人あるんで、一周します。で、さらに、こう来て、ここで止まってるんです。で、あと書くことは、85度は書かなきゃいけないので、ここが85度ですよ。上と同じね、イメージは。その幅がいくつかわからないから矢印は書かない。85度ってことを表すだけに書くから。で、これで、まあ、答えとしてはこれで OK なんですけど、2周はいかないんです。2周から85度分戻したのがこれだから。いいね。これが動形の書き方となります。では次にね、度数とね、コドですね。で、まず度数なんですけど、こっちはやりやすいです。今までずっと使ってきた何度っていう、これ度数のことです。全部そう、この辺も何度っていう表し方、角度の表し方が度数と言います。で、コド、まあコド法って言いますけど、コドっていうのはこれから π を使って表す方法です。実はこれ角度なんです。3分の π、 結論から言うとこれ60度なんです。60度も3分の π も同じなの。で、両方使えなきゃいけない。60度と3分の π が一致しなきゃいけない、これから先。いい。だからそのために度数と弧度法、まあ弧度を覚えてください。で、まず度数、このね、30度っていうのから π を使った弧度に直します。だからそっちは赤でやっていこうかな。いいね。度数から弧度にする方、赤でいきます。ただし、これやり方はすごく簡単です。どうやるかっていうと、これ。この30っていう数字に180分の π をかけてください。それだけです。それは覚えちゃうといい、これに関しては。だから、
もちろん暗算でいいんだけどね。30×間違っちゃった。ごめん。よいしょ。30×180 分の π です。で、約分するとこれ6分の1でしょ。だから、6分の π と。これで OK です。で、本当はラジアンって言います。この後。6分の π ラジアンっていう単位が。でもラジアンはほぼ書かないです。いい。これで OK になるはず。今までラジアンを書きなさいって全然見たことないので大丈夫なんですけど、一応ラジアンっていうのはついてるんだってことは覚えてください。でないと授業とか問題集で出てきた時にラジアンって何ってなってしまうんで。いいね、6分の π ラジアン。で、あとは同様だね。135度も、直す方法は180分の π をかけるだけです。で、約分すると、これは45で約分できるかな。だから4分の3。π となります。で、最後。210×180 分の π。で、60じゃない。30で切ればいいから、6分の7か。6分の7π と。いいかな。これがまず、コドに直す、コド法にね、直す方のやり方です。で、今度は逆です。π から度数法、まあ、何度に戻します。こちらね。で、3分の π。さっきも60度って言っちゃいましたけど、で、この直し方は、これも簡単です。180をかけます。ただし、π の代わりに180をかけると思ってください。だから、π を無視する感じ。3分の1でしょ、ここ。まあ、1隠れてるから。だから、3分の1。かける180って思ってくれると楽です。だから60度。どんどん行きましょう。15分の2かける180。で、約分すると12、だから24。で、最後、π です。で、π はね、もう1かける180なんで、これ180度なんですけど、今回なんでこれ出してきたかっていうと、π が180度は覚えちゃってください。で、おそらくみんなが使ってる教科書とかには、そのね、30度が何かとか、30度がね、6分の π なんだよ。で、60度が3分の π でしょ。この辺は暗記しろって言われます、結構。で、自分も言います、結構。はい。で、基本的には覚えてしまった方が楽です。一回一回置き換えるの時間かかるんで、こうやって。やっぱり難しい問題になればなるほど、時間をできる限り削減したい、こういうところで。だから、できるんであれば覚えてもらえるといいかなとは思います。はい。ではまずね、まあスタート動画なので今回はまあ動形の書き方とこの度数と鼓動法についてね、ぜひ覚えておいてください。では今回は高校数学数2の一般角と鼓動法についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回なんですけど、まあこの知識をもちろん使った上で扇形やっていきます。扇形の弧の長さと、面積かについてやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。